サタンです。ケンノコなんです。豊瀬ケンノコサタンなんです。よろしくお願いします。よし、歯を見せないで笑う人です。よし。さあ本日はあの剣道あるある楽しいねパート2ということで、パート2、パート2、前回は取り切れなかった部分もですね、はい、ありますのでお届けしようと思います。はい、皆さんもぜひ学校で披露してみてくださいね。剣道あるある始め。目つけ。手を垂らして黙想。やめ、正面にレイン。はい、ありがとうございました。皆さん、今回はですね、面つけるの遅いやつ。いや、あれ本当にいますよね。います、めちゃくちゃいるでしょ。いや、どのチームでも一人二人必ずいます。やっぱ人数多いとね、そういうのもありますけども、ね、僕はもうキャプテンだったから、まあ、俺もずっとキャプテンだったから、もう無理なんですよね、あれができないんですよ。気持ちはそっちなんだよね。いや、ね、もうそうなんだよ、俺もそう言いたいんだけど、辛いしね、俺がそうしちゃダメなんだっていう責任感で今までやってきたからさ、目つけは早かったんだけど、なんか上手なところ見るとやってた。やってないです。あとね、あの目標を忘れるキャプテン。落ち着いちゃうの。なんか僕1年に1回ぐらい ありました、そういう人が。初めより終わりに多く、終わりに多く、終わり、絶対終わりです。初めはないです。ぜひ忘れたら教えてあげてください。はい、以上ケンドルでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。